今日も県内は各地30度を超える厳しい暑さに。こうした中、会津若松市の八王子では伝統の空や念仏踊りが奉納されました。会津若松市の最高気温は 33.4 度、熱中症警戒アラートも発表され、皆さん暑さ対策をしながらご先祖様の供養と成仏を願いました。結構暑い熱中症にならないようにこまめに水分取りながら見ようかなと思います。コロナの時代4年ほど中断しましたけれども、再開してから3年経ちまして、全く同じように続けられていることに感謝の念が絶えません。一方、こちらは猪苗代町です。こちら一面に黄色いひまわりの花が咲き誇っています。実はこれ巨大な迷路になっているんです。猪苗代ハーブ園には夏休み恒例のひまわりの迷路が登場しました。ひまわりは全部でおよそ24万本植えられているということで、今はおよそ4万本が見ごろを迎えています。これぞ夏休みという光景ですね。綺麗なひまわりの花に囲まれて皆さんも楽しそうですね。面白かった。ひまわりの迷路は今月下旬まで楽しめるということです。ただ今日は午後3時半の福島駅前です。先ほどから激しい雨が降ってきました。時折雷の音も聞こえてきます。午後は大気の状態が不安定となり、福島市では目の前が白くかすむほど雨が激しく降りました。